ができます。もちろん損害賠償も請求することができます。ガーシーは国会議員として報酬をもらいますから、それを差し押さえることができるということなので、ガーシーのやっていることについて、そのいわゆる被害者というかね、暴露された側を訴えることができます。でこのもう一つの、まあ、ポイントは、まあ、これまでの切り抜きにも言えたんですが、切り抜きさんもガーシーの切り抜きで名誉訴訟になったら、ガーシーじゃなくて切り抜きさんもちなみに訴えられるんですよ、拡散してるから。だからこれからも同じようにガーシーのサロンから持ってきた情報を出した人に対しては裁判を起こされる可能性というのはもちろんあるんですけども、まあ、そうなった時には、まあ、NHK 等にご連絡をいただければ裁判の指南無料でね、裁判に対する相談窓口はやらせていただこうと思ってます。そこはね、全然 100% 裁判費を持つっていうわけじゃないですよ。このサロンをどう面白くおかしくやるかっていうのはそのまま伝える人もいればそうじゃない人もいるでしょうから、指南はね、ご相談は受けたまりますけども、まあそういうことで、国民の皆さんちょっと焦らないでください。いわゆるガーシーの持ってる情報っていうのは今溜まっていて、どんどんここが来てるんですけど、これの出し口が今ない状態で、これが今止まってるだけなんですよ。だからガーシーは日本に戻ってきて国会で暴露ネタを言うよりも、今ガーシーところに溜まってる情報をこのサロンで出して、サロンから皆さん見ていただくと。もちろんこのサロンに対するアクセスっていうのは、私や他の、まあ、いろんな有名な YouTuber がですね、コラボをすることによってガーシーのサロンっていうのは広がっていくと思いますから、まあ慌てることはないです。もう少しですね、気長にガーシーの暴露をお待ちいただければと思います。以上です。参議院選挙に勝ったから最後なんて言ったらいいのかちょっとあれなんですが、とにかく NHK に受信料を払わないことによって NHK を潰しましょう。以上です。 NHK をぶっ壊す。